く来てくれたわね。君が新任のプロデューサー君？そう固くならずに楽にしてちょうだい。立ち上げたばかりのアイドル部門、さまざまな困難があると思うけど、君の手腕に期待しているわ。私、なんで上司みたいなこと言ってるの？上司じゃなくて、新人のアイドルよ、アイドル。お、ほん。はじめまして、川島美月よ。某地方局でアナウンサーをしていたんだけど、思い切ってこのアイドル事務所に参加することにしたの。そうね、確かに局アナの方がアイドルより安定してるわよね。それはそうかもしれないわ。けどね、私自身が主役になれない人生なんて面白くないでしょ。夢がある限り人生ってのは挑戦あるのみよ。おおむねアイドル部門へ移籍の話はしてあって、あとは君がイエスって言ってくれれば決まりなの。だから私の自己 PR を聞いてね。ヤッピー、新人アイドルの美月です。若さピチピチピーチで頑張ります。応援よろしくね。ピー、ちょっとちょっと、呆れなくてもいいでしょ。今のはちょっと若作りじゃなくて急ごしらえだっただけ。やる気は分かってもらえたでしょ。じゃあ合格ね。合格でいいわよね。やったわ。それじゃ私の第二の人生のプロデュース、よろしくね。